今回は結婚式でのスカッとするお話を2本紹介します。私は結婚して3年で、現在生後8ヶ月になる子供がいて、今は専業主婦をしている。夫の栄養はとある会社に勤めていて、そこまで収入は多くないけど、私は節約も得意だし特に不自由もなく幸せに暮らしていた。私には B 子という妹が一人いるのだが、その B 子が先日、結婚式を挙げたという話を後日談として聞かされた。なぜ知ったかというと、B 子と共通の知人、C 美が連絡してきて、ねえねえ、なんでこの間の B 子の結婚式に出席してなかったの？何か用事があった？それとも、子供が熱出しちゃったとか？それを聞いた私は大パニック。どういうこと？私 B 子が結婚式を挙げたなんて、そんな話全然聞いてないよ。え？招待状来なかったの？姉妹なのに本当に？嘘でしょ？本当に来てない。そうなの？理由はわからないけど、B 子とご両親に聞いてみたらどう？結婚式に出席してたし。うん、そうするつもり。その話を聞いて私は急いで B 子に連絡した。B 子、結婚式を挙げたって本当なの？え？うん、先月結婚式を挙げたけど。私呼ばれてないけど。当たり前じゃん。だって招待状出してないもん。冗談でしょ？どうして身内の私が招待されてないの？だって、お姉ちゃんが来たら、他のゲストに迷惑だから。はぁ？妹の言葉に私は唖然としてしまった。ちょっと待ってよ。私が結婚式に行ったら、迷惑がかかるってどういうこと？お姉ちゃんの赤ちゃん小さいでしょ？泣いたらうるさいじゃん。そしたら、せっかくの私の結婚式が台無しになるじゃない。うるさいって、泣いたら席を立つとか色々やりようあるし、そもそも相談してくれたら、その時間だけ誰かに預けることだってできたのに。何も知らないまま、招待されないなんて。別にいいでしょう。まあ、おかげでとっても素敵な結婚式になったし。お姉ちゃん来なくてよかったんだって。B 子がそう言って電話を切ったが、私は正直唖然とした。私は兄弟は B 子しかいないし、その B 子の結婚式に呼ばれてないなんて、ショックしかなかった。それからすぐに、今度は両親に連絡した。どうして B 子の結婚式のことを言ってくれなかったの？どれだけ驚いてショックを受けたかわかる？ひどいよ。すると、当日両親も B 子が結婚式があったことを私に言ってなかったことを知らなかったようでびっくりしたという。だがすでに B 子が、私が何かしらの用事で出席できないという話を勝手に立ち上げていてどうにもならなかったとか。と言って、そこで異を唱えて式場がパニックになったら、結婚式が台無しになると思い、言い出せなかったようだ。その後も、自分たちだけ出席してしまった罪悪感で、私に言うことができなかったようだ。両親の言ったことも確かにわかるけど、それでもやっぱりショックだった。それに、栄養にもなんだか申し訳なかった。自分たちは身内じゃない、そう言われた気がしたのだ。落ち込んでいる私を見かねた栄養は、何か習い事でもしてみたらと提案してくれた。幸い、私は仕事をしていなかったし、習い事をする時間は十分にあった。栄養の気持ちも嬉しかったし、私は前々から庭を華やかにしてみたいという思いがあったこともあって、ガーデニング教室に通うことにした。教室にはいろんな人がいて、それに様々なアイディアと知識を得ることができた。ガーデニング教室は、すごくいい気分転換になった。その教室で、一人のマダム D 家さんと、とても仲良くなった。その人と話をしているうちに、B 子の旦那と一緒の職場に旦那さんがいることを知った。そういえば B 子さん、先日結婚式を挙げていたわよね。その結婚式、夫と一緒に招待されたから出席していたのよ。でも、確か私子さん出席していなかったわよね。何か事情があったって言ってた気がしたけど。実は、私は B 子の結婚式に招待されなかったことがとてもショックだったので思わず D 家さんに話した。信じられないわ。この世でたった一人のお姉さんを出席拒否にするなんて。赤ちゃんが泣いて文句を言う人はいないはずよ。私に任せなさい、と私のために D 家さんは怒ってくれた。その数日後、B 子はとあるお茶会に参加していたようだった。それは、会社の奥様同士が定期的に開く、上役の奥様と仲良くなれるチャンスでもあると言われているようなお茶会だった。なぜ私がそのことを知っているかというと、その何日か前に突然我が家に B 子が来たからだ。ちょっと、お姉ちゃん。私まだもらってないんだけど。何のこと？何言ってんの？ご祝儀に決まってるじゃない。結婚式を挙げたことも教えてくれなかったのに、どうしてご祝儀渡さないといけないのよ。それとこれとは別物でしょ。
妹が結婚したのよ。ご祝儀をあげるのは当然のことでしょう。ただでさえ結婚して色々物入りだし、今度の週末には上役の奥様たちと大事なお茶会があるんだから、その服も必要なの。さっさとちょうだいよ。ふざけないで。式には参加させなかったくせにお金だけ取るなんておかしいでしょ。私はともかくお金を出すってことは AO の給料から出すことになるんだよ。 AO にも失礼でしょ。何よそれ。だいたいお姉ちゃんは私の旦那さんが一流企業に勤めてるから妬んでるじゃないの。そんなことを言ってんじゃないのよ。これは常識の問題なの。お仕流儀は渡さないから。そう言い B 子を追い返した。だからお茶会があるのは分かっていた。するとお茶会の当日、お茶会に出席しているはずの B 子から連絡が来た。ちょっとお姉ちゃん、一体何話してくれてんのよ。一体何のことを言ってるの。お姉ちゃん、部長の奥様に何ベラベラ話してんのよ。おかげで私がどんな目で見られたか。上役の奥様が来るってことは、D 子さんも出席していたんだわ。確かに先日、B 子のことをつい話してしまった。しかし、何一つ嘘をついていないし、嘘をついたのは B 子の方だ。何って、私は別に嘘なんか言ってないわ。ただ私が結婚式に招待もされなかったことをお話ししただけよ。嘘をついていたのはあなたの方でしょう。何余計なことをしてくれてんの。部長の奥様と仲良くなって夫を出世に近づけようとしたのに、お姉ちゃんのせいでめちゃくちゃじゃない。責任取れ。責任を取るのはあなたでしょ。あんたが非常識な嘘をついたからこんなことになったんじゃない。自分のつけくらい自分で何とかしなさいよ。自分の夫が三流会社に勤めているからってひがまないでよ。残念だけど私は一度も夫のことでひがんだことはないし、幸せよ。まあ奥様たちと仲良くなれるように頑張ってね。お茶会。ちょっと冗談でしょう。今からでも遅くないから、私の嘘でしたって言ってよ。ねえ言ってば。私は B 子からの電話をそのまま切ってやった。すると胸の中がスカッとした気がした。その後わかったんだけど、どうやら B 子は旦那さんにも嘘をついていたようで、私に招待状を出したけど来なかったと言ってたらしい。でも D 子さん捨てに旦那さんに伝わり、それが嘘だとわかり大激怒。たった一人のお姉さんを招待せずに嘘までついていたなんてどうかしてる。しかも理由が赤ちゃんが泣くからうるさいなんて。赤ちゃんが泣くのは当たり前だろ。俺が部長になんて思われたか。だってせっかくの私たちの結婚式なのに。君と家族を作る自信がなくなったよ。赤ちゃんの泣き声をうるさいからなんて言う人に、これからいい母親が務まるとは思えないと。新婚にもかかわらず家を出て行ってしまった。この事態に実家に泣きついたようだけど、さすがの両親も全部自分のせいだろうが、自業自得だと言って追い返したらしい。その後 B 子の旦那さんがどうなったかわからないけど、 B 子とは別居状態らしく、お姉ちゃんから戻ってくるように言ってよ。せっかく結婚したのにって連絡が山のように来たが、全部スルーしている。両親が言うには離婚も近いかもって言ってるけど、本当自業自得だよ。身内を大事にしない人に大事にされるはずがないのにね。続いてのお話は、結婚式場から電話、お母様からキャンセルの電話がありました。兄は母を問い詰めると謎の発言を連発。私には1番目の兄の AO と2番目の兄ビータの2人の兄がいるのだが、 AO の結婚式が決まった。お嫁さんも綺麗な言い方で、準備はトントン拍子に進み、そろそろ招待状を送るかという時期になって、突然兄の元に式場から連絡が来た。お母様から結婚式のキャンセル電話がありましたが、ご承知ですか。は寝耳に水だった AO は仰天して、車で1時間の実家に駆けつけ、緊急家族会議が開かれた。そこで母が訴えたのは以下の内容。本当は私たちも最初はきちんとした式場で結婚式を挙げるはずだったの。それなのに父親族がしきたりだからと式場を無理やりキャンセルし、飛行機で行かないといけないような距離のど田舎の父実家で宴会をやっただけで終わってしまった。一応白無垢は着せてもらえたが、髪結いも化粧も素人のおばがやって、到底見れたものじゃなかったわ。父方派遠縁まで親族全員どころか隣近所まで呼ばれたのに、嫁入りする立場だからと自分の親族母母方祖父しか呼んでもらえなかったのよ。しきたりというならば、息子夫婦も同じようにするべきと泣きながら言うのだ。当時の花嫁だった母は、同じ女として同情するべきところもあるけど、AOの結婚式とは話が別だ。そもそもいい年した母が何を言ってるんだと思った。
初耳の私たちは目が点、父は黙ってうつむいているだけ。そのうち母が、どうしても式場であげるなら、一緒に私たちの結婚式もやり直したい。そうでなければ認めない、と言い出したのだ。新郎新婦の隣で、母親たちが一緒に結婚式やってるなんて、聞いたことない。バカなこと言うもんじゃないと、家族全員で説得するも、泣きに泣いた。どうして私は我慢したのに、息子夫婦はちゃんとした結婚式ができるの、と父に食ってかかり、父は答えられずに黙りこくる。そんなに結婚式したいなら、今から父さんと母さんだけでやればいいじゃん。兄ちゃんを巻き込むなよ。という発言には、父が激しく反対。もう60も過ぎて今更、婚礼衣装など着れるか。バカバカしい。やり直す必要なんてない。それを聞いて、母がさらに発狂。やり直すのはあんただけだ。私にとっては初めての結婚式だ。こんなのが結婚式だったなんて絶対に認めない、と言われると、また父はだんまり。母としては、夢と諦めていた花嫁衣装を着るチャンスと思ったらしく、どんなに兄弟全員が非常識と言っても聞かない。揉めるだけ揉めて、解決策が見つからないままその場はお開きとなってしまった。母は、その後も毎日のように式場にキャンセルの電話をしていた。でもまあ、そこは式場の人が全部、新郎様に確認の上、手配いたします、ってスルーしてくれたらしい。でも母の行動は収まらず、かと思えば花嫁衣装の写真とか、雑誌の切り抜きはどこからか持ってきて、こういう柄じゃ若すぎるかしら？こっちの色の方が映えるかしら？と式に花嫁として出るつもり満々で衣装選びをしていた。父は相変わらず沈黙。二人だけで式を挙げなよ。せめて写真だけでも撮りなよ、と私も一応説得してみたんだけど、なんで息子のとは別に、私たちだけで式をしなくちゃいけないのよ、と言い、父は必要ない恥ずかしいとの一点張り。そもそも、こんなにも結婚式を邪魔されて怒らないなんて、お嫁さんが優しい性格だったからまだ良かったものの、普通だったら、花嫁がふざけたことを言うなってブチ切れてもおかしくない案件だからね。普通ならここまで協議するまでもなく、とにかく嫌がってるだろうし、私が結婚するとして、相手のご両親に、両親が結婚式をしてなかったんで一緒に合同結婚式にします、って言ったら、ドン引きされるわ。知り合いだったらまだしも、ほとんど知らない他人の結婚式を見て、何が楽しいのって思う。しかも、還暦すぎたおじさんとおばさん。それにうちは、私を含め三兄弟で両親に仕送りをしていて、長男ということで栄養は一番の割合を占めている。それもあって、栄養にはあまり貯金なんてなかったし、結婚費用はほとんどお嫁さんの貯金や実家から出してもらうと聞いた。それに対して文句を言わないお嫁さんには、本当に感謝してる。なのに母は、これから家族になって親になるんだから親孝行するのは当たり前だという。そして、結婚式の費用を1円も払わず便乗した挙句、わがままに結婚式の注文してくるんだから、意味がわからない。そもそも費用のほとんどをお嫁さんのご両親が払ってるのに何が親孝行だ。お嫁さんの両親からすれば、うちの母なんて親戚にはなるだろうけど、他人も同然の母のわけのわからない式費用にお金をかけるなら、少しでも娘にグレードの高い結婚式を挙げさせようと思うわ。栄養が母を説得している間、私はそんなことを思っていたが、全く話を聞かない母の態度に私たち兄弟はさすがに嫌気がさしてきた。確かに結婚式を挙げられなかったのはかわいそうだと思うけど、いろんな事情で結婚式を挙げられない人だっている。それなのに、自分の息子の結婚式をぶち壊しにして、自分の結婚式まで挙げようとするなんて親じゃないよ。父は父で母をたまに注意するものの、負い目があるのか強くは怒らず、栄養の結婚式の邪魔をするなとも言ってこない。これでは埒が明かないと思った栄養も、最終的には、わかった。そこまで言うならキャンセルにするしかないね。と言い出す始末。これには大層驚いたけど、結局母が嫌がらせをするので、栄養たちは海外の結婚式場に変更して、両親には言わず式をやることにしたらしい。母は式場から、式をキャンセルされましたと言われると、反乱狂になり、すぐに私たちに連絡が来た。結婚式はどこでやるのよ。教えなさいよ。私たちも一緒に結婚式を挙げるって言ってるのに。勝手に結婚式場を変えるなんてどういうことなの？と連日電話がかかってきた。私たちだけならまだしも、母は栄養のお嫁さんのところにまで電話をかけまくって、結婚する前から親不孝するつもりか。この人でなしめ。さっさと結婚式場を教えろ。親に秘密で結婚式を済まそうなんて、そんなの家族でもなんでもないよ。さっさと息子の前から消えろ。
嫌なら結婚式を合同であげろ、と脅迫まがいなことを言って、お嫁さんが母の執拗な攻撃でノイローゼになってとうとう倒れた。それにブチギレた栄葉両親に送っていた全ての仕送りをストップさせ、悪いけど、あんたたちとは縁を切るよ。俺の大切な嫁に執拗な攻撃をするような人間を、両親なんて思えない。栄葉からの言葉で母がしていたことを気づいた父は、驚いて母に、お前はなんてことをしたんだ。何もかもあなたのせいでしょう、と罵り合いが始まった。私たち兄弟も多少お金を助けていたけれど、年金暮らしの父と母は栄養からの援助が生活の一部でなくてはならないものだった。それらが切られるとあって父の方が慌て出して、それは困る。お前たちの援助がなくなったら、どうやって暮らせばいいのか。知らないよそんなこと。年金で生活していくしかないだろ。無理だ。そんなの。いや、その年金でつつましく、みんな普通に暮らしてるんだから。無理じゃないよ。どうか二人で節約して暮らしてください。私たち兄弟はもう無理だから。そうだ。こんな母親と嫁である彼女を家族にするつもりはない。すると父は母に、お前が余計なことを言うからこんなことになるんだ。と癇癪を起こしたようにブチギレた。すると母は、あなたが私の結婚式をしなかったからでしょう。私は悪くないわ。と二人で喧嘩し始めるわで、これは本格的に付き合いきれないと、兄たちと一緒に両親を絶縁した。正直言って、どっちもどっちだし、お似合いの夫婦なんじゃないって感じだわ。その後、栄養はお嫁さんの体調の回復を待ち、小さいながらも素敵な式を挙げることができた。そして、両親から何度も、仕送りを再開させてくれ。こんな金じゃどうにもできん。と言ってきたが、私たちのおかげで今までいい生活を送れてきたのに、栄養の結婚式を平気で壊そうと思った母も、そんな母に何も言うことができなかった父にも未練はないので私たち兄弟は3人揃ってブロックした。そして栄養は、お嫁さんのご両親と2世帯住宅を建て、ビータは転勤。私も身軽なので父と母が知らないところに引っ越した。風の噂で父と母が離婚したと聞いたが、正直どうでもいいけどね。今回の動画はいかがでしたか？いろいろな結婚式でのお話でした。